エンジン変えたら本領発揮した車。優れたエンジンを最初から搭載している車は誰もが知っている。ブガッティシロンがその代表格だろう。では、エンジンを変更したことで優れた名車となった車はもともとはごく普通の車であっても新しいエンジンに変更されたり。 大幅に改良されたりして魅力を一段と深めたものが数多くある。ここでは、そんな28台をアルファベット順に紹介する。車業界の未編をご賞味いただこう。ACS1953 年に登場した ACS には、フォード製の 2.6L 直列6気筒エンジン、およびその他複数数が搭載されていた。 そのハンドリングから、行動レースには持ってこいの車だったが、例テキサス州のキャロルシェルビー、1923-2012派、もっとパワーがあればいいと考えていた。そして彼は、その考えを自らの手で叶えてしまう。フォード・ウィンザー V8 エンジン、当初 4.3L、後に 4.7L。 搭載したエースの改良型、コブラを開発したのである。コブラはレースで威力を発揮し、7.0L のフォード FEV8 を。搭載した新世代のコブラは、さらにその威力を増した。アルピーヌ A110 オリジナルの A110。2017年に発売された現行モデルではないわ。当初ルノーの小さなクレオンフォンテ、クレオン。 フォンテ、エンジンを搭載していた。これが後に、ルノー16でデビューした大型のクレオンアル。クレオン、アルに換装された。ルノー16がレース車両として活躍したことはよく知られているが、そのエンジンは A110 を世界的な名車に育て上げた。1973年の WRC 世界ラリー選手権では、 アルピーヌが6勝を上げ、フィアットの84点、フォードの76点を抑えて147点を獲得。圧倒的な強さを見せつけた。アウディ A4 アウディのほとんどのモデルには、標準仕様よりはるかにパワフルなエンジンを、搭載した高性能仕様、S や RS が存在する。A4 はその典型例で、 RS4 には常に素晴らしいエンジンが搭載されてきた。アウディ R8 にも搭載された 4.2LV8 エンジンは、おそらく最も優れたものであり、また素晴らしいサウンドを持つものであった。最高出力は 400PS を超え、ノーマルの A4 とは、比較にならないほどのパワーを発揮する。 アウディ Q7Q7 は堂々たる大型 SUV だが、5.9LV12 ディーゼルを搭載したモデルは予想外のレベルに到達している。このエンジンは最高出力 500PS を発生し、車重 2635kg の Q7 を0時速 100km 加速タイム5.5秒という驚異的な速さで押し出してしまう。 幸いなことにブレーキとサスペンションの性能は十分だが、このような加速力は爽快であると同時に、ドライバーの気分次第では憂慮すべきものでもある。しかも、このブ7 v 1 2 t d i は決して安くはなかった。英国での新車価格は10万ポンド、約1600万円弱で、他の仕様よりも4万ポンドほど高かったのだ。 BMW M3 ほぼ例外なく、BMW M3 には、通常の3シリーズとは全く異なるエンジンが用意されてきた。特に2007年から2013年にかけて販売されたモデルは、4.0L、GTS では 4.4L の S65 型 V8 エンジンを搭載している。数々の賞を受賞した S65 型は、 この M3 に標準仕様で初めて 400PS 超のパワーを与えた。M3 に V8 エンジンが搭載されるのはこれが初めてではなく、ごく少数の初期モデルにも搭載されている。しかし、S65 型はこの世代のみだ。キャデラック CT6CT6 といえば、フルサイズの高級セダンである。CT6 グイも確かに高級だが、最高出力 558PS の 4.2LV8 エンジン。通称、ブラックウィングがもたらすパフォーマンスは非常に印象的である。また、CT6 プラチナムにも搭載され、500PS を発生した。これらは2019年モデルのみ販売された。CT6 はその後まもなく、販売不振と、 デトロイトハムトラック工場が EV 製造拠点に改装されたこともあり製造中止となったブラックウィングの名称は CT4 と CT5 の高性能仕様に使用されているがいずれもブラックウィングエンジンは搭載されていないシボレーコルベットコルベットは歴史上最も人気のあるスポーツカーの一つであり 1953年発売の直録エンジンを搭載した初代モデルが、全く売れなかったことは、今となっては不思議に思える。その2年後、シボレースモールブロック V8 が導入され、排気量も当初 4.3L だったが、後に 4.6L、さらに 5.4L へと拡大された。これは、米国国民が待ち望んでいたものであった。 早い段階で見切りをつけられたかもしれないコルベットは、販売台数を飛躍的に伸ばし、結局1962年まで生産され続けた。60年後の現在も、その最新の子孫は V8 エンジンを搭載し、健在である。ダッチチャレンジャー。現在のチャレンジャー、半世紀以上にわたってその名を冠してきた3番目のモデル、 非常に大きな出力を持つ驚くべき仕様がいくつか販売されてきた。その中でも2018年モデルでのみ販売された SRT デーモンは群を抜いている。6.2L のスーパーチャージャー付き V8 エンジンは行動 OK なダッチ。ひいてはクライスラーに搭載されたものとしては史上最もパワフルなものだ。 オクタン価91のレギュラーガソリンで 808PS を発揮するが、オプションのデーモンクレートパッケージで、オクタン価100のレース用燃料を使用すると、その出力は 840PS に達する。現行のチャレンジャー SRT スーパーストックに、ほぼ匹敵する数値だが、トルクはやや勝っている。フィアット500500 500には当初、 4気筒のガソリンエンジンが各種用意されていた。発売から3年後の2007年、注目の技術、マルチエアを。使用した2気筒のツインエアエンジンが導入される。燃費を高渉値に近づけるのはかなり難しく。デュアルマスフライホイールを導入するまでは振動も大きかったようだ。しかし、人気の秘訣は何よりもその可愛らしさにある。 ツインイヤーが回転すると見た目と同じように愛らしいサウンドを奏でるのだ。フォードコルティナ初代コルティナのほとんどはクロスフローとなる前の 1.2L または 1.5L のフォードケントエンジンを搭載していた。生産開始から1年後の1963年新たなパワーユニットによって変貌を遂げたのが エポックメイキングなロータスコルティナである。このエンジンは基本的にはケントと同じであるが、シリンダーヘッドが全く異なるものであった。ロータスツインカムと呼ばれ、前年にスポーツカーのエランでデビューしていた。ここで初めて最高出力 100PS を超えるコルティナが誕生したのである。その後も改良を重ね、レースやラリーで大活躍。 1960年代のホットモデルとして今も語り継がれている。フォードエスコートロータスツインカムエンジンは、前述のコルティナ同様、初代エスコートを特別な存在へと変貌させた。しかし、1970年にコスワース BDA エンジン搭載の RS1600 が登場すると、その水準はさらに引き上げられた。 ツインカムと同様、ケントエンジンをベースにした BDA は、標準仕様ではさほどパワフルではない。しかし、1気筒あたり4バルブとすることで、チューニングに対する柔軟性を高め、結果として初代エスコートは70年代初期から中期にかけて、偉大なラリーカーの一つとなったのである。今でもフルチューンされた RS1600 が、 リンーステージを駆け抜ける音は忘れられない。フォードシエラ・コルティナとモンデオの間に、位置する欧州フォードのミドルサイズモデル。当初は様々なエンジンが用意されていたが、大型の V6 を除いては、どれも面白いものではない。大変革をもたらしたのは、1986年に登場したシエラ・ RS ・コスワースに、 搭載の 2.0L 直列4気筒エンジンだった。定評あるフォードピントのエンジンをベースにした地味なものだったが、ターボチャージャーと16バルブの採用で、その性能は大きく向上。最もおとなしい仕様でも 200PS を超える出力を発揮し、さらに競技用に改良を加えれば 600PS を上回ることも可能だ。 ホンダシビックタイプ R ホンダは1997年からシビックタイプ R を生産しており、2001年からは 2.0L エンジンを使うようになった。その後15年間、驚くべきパワーと 8000rpm を大きく超える回転数。そしてブテック可変バルブタイミングにより、3時のおやつから。 地獄の激辛ラーメンにモードが切り替わる迫力で知られてきた。しかし、ホンダが2015年にターボチャージャーを追加したことで状況は大きく変わる。エンジン回転数は比較的控えめな 7000rpm に制限されたが、突如として中速域のパワーが豊富になり、ピーク時の数値は 310ps に跳ね上がった。 さらに若干の調整を経て、最高出力は 330PS に引き上げられた。ランチアテーマ1984年に登場したランチアテーマは、アルファロメオ164。フィアットクロマ、サーブ9000と同じプラットフォームを採用した高級セダンである。発売から2年後、ランチアはエンジンのシリンダーとバルブの数にちなんで、 8.32と名付けられた傑作仕様を導入する。排気量 2.9L とテーマに搭載されたエンジンの中では、最大というわけではなかったが、圧倒的にパワフルであった。フェラーリディの V8 から派生した由緒正しきユニットで、アルファロメオの 3.0LV6 を 40PS 上回る 215PS を発生。 兄弟車のトップ争いを制したのである。ロータスヨーロッパ1965年に発表されたヨーロッパは、市販のミドエンジンスポーツカーとしては、極めて初期の車である、最初ではない。MR レイアウトを考慮し、従来のサプライヤーであるフォードからはちょっと距離を置いて、 ルノー16のクレオンアルーエンジンとトランスアクスルを使用している。トランスアクスルは最後まで使われ続けたが、エンジンは途中からフォードベースのツインカムに変更された。これにより出力は 105PS、後に 126PS まで向上し、当初よりはるかに高い加速性能を持つようになった。マツダ CX、 7パワフルなガソリンエンジンを低出力のディーゼルに置き換えることは一見ネガティブな出来事のようにも思われる。しかし英国仕様の CX7 の場合は正しい選択だった。大型 SUV のマツダ CX7 には高性能なマツダスピードアテンザやマツダスピードアクセラと同じ。 最高出力 238PS の 2.3L 直4ガソリンエンジンが搭載されている。欧州仕様ではこれと並んで 2.2L 直4ターボディーゼルも用意されていた。しかし、英国では日本と同じように全車しか設定されていなかった。2.3L ガソリンはスポーティーだが経済性に難があり、英国販売の足を引っ張っていた。 そのため、発売から2年後の2009年に英国仕様のラインナップから廃止され、欧州仕様と同じ 2.2L ディーゼルが導入される。価格は上がり、出力も 85PS ほど低下してしまったが、年間190ポンドの軽減税率の対象となり、公式燃費も 4km パーリットル改善された。その結果、 これまでほとんど売れなかった車が、市場に見合った商品に生まれ変わったのである。メルセデスベンツ A クラス。三代目 A クラスには、約1 2 1 0 p s のエンジンが用意されていた。しかし、発売から1年後、メルセデスは4輪駆動の A45AMG。後にメルセデス AMGA45 と解消を導入する。 これによってもたらされた直進加速性能の差は驚異的だった。最高出力は70%アップの 360PS となったが、これはまだスタート地点に過ぎない。さらに改良が加えられ、最終的に 381PS に到達した。現在、メルセデス最速の A クラスは、 型は違うが 421PS を発生する強力なエンジンを搭載している。メルセデスベンツ R クラス。すべてのモデルに強力なエンジンを乗せようとしたメルセデスは、大型ミニバンの R クラスにも最高出力 510PS の 6.2LV8 エンジンを導入した。発売から1年後のことである。 人や荷物をたくさん運ぶミニバンには、確かにパワフルなエンジンが欲しいものだが、R クラスは全く別の車に変貌してしまう。メルセデスベンツ R63AMG の 510PS という出力は、みんなが望んでいたよりはるかに巨大なものであった。販売台数はごくわずかで、あっという間にカタログから姿を消した。 MGB1962 年にロードスターの MGB が発売され、その3年後に MGBGT と呼ばれるクーペ仕様が登場した。高性能車を目指して、まず 2.9L 直録エンジンを搭載し、MGC と名付けられたが、これは満足のいくものではなく、わずか2年で挫折する。その後、 1973年に2度目の挑戦が行われた。今度はビュイック由来の 3.5L ローバーエンジンをクーペに搭載し、MGB GTV8 を誕生させたのである。結局は短命に終わってしまったが、大変優れた車であったと言われている。ルノーロクパデな進化を遂げたわけではないが、未変による莫大な効果を表す恒例である。 ルノー6は、それまでの4に変わる上級者として設計されたが、初めの頃は戦後すぐの旧式エンジンを搭載していた。1968年の発売時には、もっと強力なクレオンフォンテが6年も、前に実用化されていたにもかかわらず、である。1970年、ルノーは正しい判断を下し、クレオンフォンテを投入した。 ルノー6は特別に速いということはなく、許容範囲内という感じではあったが、そもそも速い必要もなかった。1974年にオートカー英国編集部が試乗した際、当時の記者は、ルノーのエンジニアは間違いなく、正確に計算したのだろう、と書いている。ルノークリオルノースポールルノークリオの高性能仕様は、 すべて高回転の自然吸気 2.0L エンジンを搭載していた。この方針は2013年に大きく変わり。ルノーはアライアンスパートナーの日産と共同開発した。同程度の出力 200PS2 を発揮する 1.6L ターボに切り替えたのである。クリオのキャラクターが変貌したのは間違いない。問題は、 これがプラスかマイナスかということだ。中速域の性能が向上したことは大きな進歩だが、全モデルの小気味良さは容赦なく抜き取られたと評価する向きもある。サーブ96サーブは1949年発売の92から、18年後の96、92の2代目の改良まで、ずっと2ストロークエンジンだけを使用してきた。 ここから、ドイツフォードが開発した4ストークのブリフォーに切り替わる。世界最高水準というわけではなかったが、それまでサーブが使っていたどのエンジンよりもパワフルだった。また、ブリ期間に閉じ込められたスズメバチのような音や、臭い声援が出ないことも重要なポイントである。96は1980年まで生産されたが、 もし2ストロークに固執していたら、そこまで長続きしなかっただろう。サンビームアルパイン。サンビームタイガーの話は、冒頭に紹介した AC コブラとほとんど同じである。キャロル・シェルビーはコブラと同様、サンビームのスポーツカー。アルパインにももっとパワーを与えなければならないと考えたのだ。アルパインのエンジンはフォード・ウィンザー。 当初は 4.3L、後に 4.7L に換装され、社名もそのパワーにふさわしいタイガーへ改められた。ただし、コブラと違ってフォード製大排気量 V8 への移行はなかった。バンデンプラプリンセス。バンデンプラプリンセスは、ファリーナ設計の大型セダンで、オースチンやウーズレーの兄弟車とほぼ同じモデルである。 いずれも 2.9L 直録エンジンを搭載するが、プリンセスだけはさらに一歩ステージを上がった。1964年、いくつかの改良が施され、プリンセス R と名付けられたモデルが登場。ロールスロイスが開発した 3.9L エンジンを搭載し、最高出力は約 120PS から 175PS に跳ね上がり、 以前よりはるかに速くなった。ただ、プリンセスのキャラクター的に、鋭い加速よりも、高速巡航に重きを置いていたと思われる。ボグゾール・カールトン。カールトン GSI は、優れたハンドリングと、強力な 3.0L 直列6気筒24バルブエンジンを持つ高性能車であった。また、ワーグナーのオペラのように、 壮大なロータスカールトンのベースとなった車でもある。ドイツ・リュッセルスハイムのオペル工場から出荷されたカールトン GSI は、英国ヘセルのロータスに送られ、150時間かけて改造された。改造の内容は、直六エンジンの排気量を 3.0L から 3.6L に拡大し、ギャレット製ターボチャージャーを2機搭載するというものだった。 その結果、出力は 207PS から 382PS、廃クガソリンの場合、へと向上し、加速性能もアップしたため、販売禁止を求める声が上がるほどであった。フォルクスワーゲンゴルフ R。ゴルフ R の最初の2世代は、3.2LV6 エンジンにちなんで、R32 と呼ばれる。しかし、 このエンジンは非常に重く、フロントアクスルのほぼ前方に、搭載されているため、ハンドリングに大きな問題があった。次の世代で多少改善されたが、それでも時折、狭い山道などでドライバーを悩ませることがある。そのさらに次の世代からは、社名の由来となったエンジンを落とし、 ターボチャージャー付きの 2.0L 直列4気筒を採用。パワーアップと同時に軽量化も実現した。ハンドリングの問題はようやく解消され、ゴルフ R は本来あるべき立派なホットハッチとなったのだ。フォルクスワーゲンパサート。1997年に登場したパサートは、良い車ではあるが、楽しい車ではなかった。 ただし、パサート W8 を除いては、4.0LW8 エンジンは、2つの 2.0LV4 エンジンを共通のクランクケースにマウントしたもので、このタイプとしては量産車に搭載された唯一のものである。2001年から導入されたこの W8 エンジンは 275PS を発生し、 この世代のパサートでは標準より 80PS 以上パワフルであった。他に類を見ない特徴を持ったエンジンだが、売れ行きは非常に悪く、短命に終わってしまう。これはフォルクスワーゲンも予想通りだったのかもしれない。フォルクスワーゲン・トゥアレグ。フォルクスワーゲンにはもう一つ贅沢なエンジンがある。トゥアレグの発売から2年後に、 6.0L の W12 が追加されたのだ。パサートに搭載された W8 と同じくらい珍しいもので、アウディ A8。デントレーコンチネンタル、フォルクスワーゲンフェートンにも導入された。最高出力 450PS と、性能面でも他のエンジンを圧倒している。フォルクスワーゲンは当初、このツアレグを500台だけ販売する予定だったが、 驚くほど人気が出たため、生産を継続することになった。